原曲が登場したと言われる1753年のオペラ村の占い師のパンフレット。結んで開いては同様文部省賞家作詞者は不詳作曲者はフランスの思想家、著作家ジャンジャックルソー。本校では結んで開いてとメロディーが同じ他の曲についても述べる。幾度も異なる歌手が付けられた曲として知られている。 日本でも、賛美歌、唱歌、軍歌を経て、第二次世界大戦後に現在広く知られている同様、結んで開いてに至った。フランスのジャン・ジャック・ルソーが作曲した原曲は、1752年10月18日に、ルイ15世の前で公演された後、1753年3月1日より、一般公開された、オペラ、村の占い師において、 第8話のパントマイム劇で用いられた曲だという。しかし、大まかに似ている程度で、戦率が完全一致しているわけではない。イギリスの音楽家、チャールズ・ジェームズは1766年のロンドン公演のために村の占い師を翻訳した、イギリス版オペラザ・カニングマンを執筆した。一方、1775年には、ルソーの曲を元にした、 ルソーの新ロマンスが作曲されている。このどちらが元歌となって1788年にチャールズ・ジェームズ作曲のメリッサという別れを歌うラブソングになった。その後、日本の古い資料にも原曲としての記録があるルソーの夢に改変された。ルソーの夢の最古記録はドイツ系イギリス人音楽家ヨハン・バプティスト・クラーマーが作曲した変奏曲である。 この変装曲の楽譜は1812年にイギリスで発行され、フランス、ドイツでも人気があった。一方でこのメロディーはイギリスにおいて、キリスト教の賛美歌として改編される。最もよく知られたバージョンは賛美歌、グリーンビルというタイトルであり、この賛美歌の旋律は、後の、結んで開いてと同一である。アメリカ合衆国では、同時期に、アメリカ民謡。 ローディー・おばさんに言いにいっといでとなった。この題名の中にある、おばさんの名前ローディーは、ロディー、ロディ、ナンシー、タビーなど様々な種類が存在する。オールド・グレイ・グース・イズ・デッドという別名もある。ただし、この歌の旋律は、3ビ歌、グリーンビルの冒頭4小節を繰り返すだけで、その5小説目以降の旋律は現れない。欧米にはこの他にも異なる歌曲が存在する。 日本におけるメロディの書出は1874年前後にバプテスト教会が発行した聖書の詔書に掲載された賛美歌グリーンビルとしてであり君の導きという日本語の歌詞が付けられた明治大正と歌われ続けたが1931年以降は賛美歌集に掲載されていない海老沢里氏は著書結んで開いて考えの中で 三美歌として掲載しようにも、昇歌や軍歌として知られすぎてしまったのが要因ではないかと述べている。日本国外では、現在も、現役の三美歌として歌われている。三美歌として紹介された7年後の1881年に、同じメロディーが、見渡せばという新しい題名と歌詞で、文部省音楽取調べ係が発行した、小学唱歌集書編に掲載された。著書、 結んで開いて、考えによれば、見渡せ場の解説者の原稿に、ルソーが、作曲者である旨が記されている。この歌の歌詞は、国文学者であり音楽取り調べ係に勤務していた、柴田清輝と、稲垣近いが、平安時代の古今和歌集にある、蘇生防止の和歌、見渡せ場、柳桜を国旗混ぜて、宮古ぞ春の錦成りけるを基本にしている。しかし、見渡せばも、 三美歌同様、広まる前に消えてしまった。これは、優雅な歌詞が小学生には拡張高すぎたことと、日本の軍国色が濃くなり、風流を歌った、見渡せばよりも軍歌調の戦闘歌がもてはやされる時世になったためである。戦闘歌は、東京音楽学校教授である鳥居誠が作詞し、百九十五年に、軍歌集、大東軍歌に掲載される。冒頭の、 見渡せばは同じだが、その後は全く異なる歌詞となっている。この戦闘歌は歌うだけでなく、歌詞に合わせた振り付けがあり、小学校において遊戯曲として用いられていた記録が残っている。この時期、吉本光造が戦闘歌を編曲した軍隊行進曲、進撃追撃行進曲を作っている。また同じメロディーで、韓国では、昭歌、上松、 中国では、軍歌、小竹行精神が作られており、前者は、見渡せば後者は、戦闘家の影響を受けたものと思われる。第二次世界大戦の終戦から2年経った1947年、小学1年向きに刊行された、最初の音楽の教科書、1年生の音楽に、新しい歌詞で登場したのが、結んで開いてであった。以来今日まで、結んで開いては歌い続けられ、 同様、小歌として完全に定着している。近年は小学校よりも保育園や幼稚園の手遊び歌として歌われている。その手を上にという挿入部分があるバリエーションが存在する。また、保育園や幼稚園、小学校等をイメージさせる曲として、テレビ番組などで BGM として使われることがある。2007年には日本の歌百選に選ばれた。 ラムによる新たな挿入部分をつけた結んで開いてサバンナ編が制作され、2013年6月20日にキングレコードに製造を委託し光の国から発売された CD コミュニキッズ8月号にて音源化された。その後は2015年6月10日にキングレコードから発売された CD に歳遊び体をいっぱい動かそうにも収録されている。 富士テレビの子供向け番組、じゃ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 ん。で、町あかりが、歌のお姉さんとして替え歌、おちゃらかしちゃう。結んで開いておったい、2019年発売のアルバム、あかりお姉さんのニコニコ変な歌に収録された。また松田聖子の歌曲、ロックンロールグッバイの感想部分において、当曲のメロディーがアレンジされたものが使用されている。1752年に、 ルソーによって作られたメロディーに合わせて、以下のような歌詞が付けられた。1773年作詞、ジョン・フォーセット19世紀中頃作詞者、不明1881年作詞者、柴田清弘、稲垣近い。1番は、日本の春の景色を、2番は、日本の秋の景色を歌った歌詞である。1895年作詞、 鳥居誠1947年作詞者不明、作曲者、ルソー、ありがとうございます。